八十刀祭は平安時代から鎌倉時代に天皇の即位儀礼の一環として何和図で行われた祭司。現在は廃絶している。新しい天皇の即位の際、大城祭を行った翌年に何和図にて採行されたかつての即位儀礼の一つである。八十刀とは日本の国土を指すとされる。資料上所見は、 箇所3年9月の門徳天皇即位時の祭りで、鎌倉時代の元人元年12月のご堀川、天皇即位時の祭りまで、計22回が確認されている。祭儀の規定は、演技式巻三8 0等震災場に見えるほか、祭儀の次第は、後継次第に祥述されている。それによれば、新天皇の乳母の内視視点時が必ず祭り士に任命され、それに、 仁義官官人、三金木、生島フらが従い、一行は何わずに赴く。そして、祭り師は、最上の祭壇で天皇の衣の入った箱を開き、これを琴の音に合わせて揺り動かした後、最後には祭り物を海に投じる次第であった。祭りの目的は、諸説あるが、生島富が参加することから生島神、足島神が主神であったとする説が、 有力視される。その説の中では、国土の神格化である生島神、足島神の二神を祭ることにより、国土の神霊を天皇の衣に付着させて、天皇の体に取り入れ、天皇の国土支配権の裏付けを起とする祭祀であったとされる。そのご時が下るにつれて、祭りの性格は次第に変化し、中宮の死、東宮死も参加するようになったほか、 女性らによるカビが行列で下校するようになり、二条天皇の祭りの時には、平の清盛の娘が祭り主となって豪華な行列が形成されたという、生国魂神社製島神、足島神を祭神に祭る。祭上とされた何和図では、行島神、足島神を祭る生国魂神社の鎮座が知られ、八十当祭との関連性が指摘される。また、 演技式によれば、八十当歳では、南馬の地主神たる住吉神四座、大よりら神四座、渡積二座、垂水神二座、墨の道神二座にも平白が備えられる規定であった。このうち、特に、住吉神の影響力が次第に強くなり、平木長略元年上によれば、住吉の神塚さみやびとらの主張により、斎場が、元の、熊川尻から新しく住吉の、 大江浜に移されたという。元来の最上の位置を知る資料はこれのみになるが、この、熊川尻の所在地はつまびらかでない。考古資料としては、五坦島遺跡で古代の川中から、道教、鉄属など採取具が多数出土していることから八重、東西との関連を指摘する説があるが、人形、道鈴の出土が見られない点や海でなく川である点。 南馬の地域外である点などから否定的な意見もあり、つまびらかでない。なお、公認天皇以前の多くの天皇も大上祭の翌年に南馬に行行したことが知られ、これが八十東塞の祭行に関わるものだとすれば、八十東塞は少なくとも七世紀には遡ると、される。その場合、かつては天皇自らが、最上に赴くべき祭儀であったことになる。また、 この8 0桃祭の演言がさらに5世紀の河内王朝の時代まで遡ると見る説や祭りとナンバグーとの関連を推測する説もある。ありがとうございます。